広島式電車用に投入された115系3000番台式電車とは日本国有鉄道及び更新の JR グループ各社が主に1980年代から設定した地方都市圏における等間隔、高頻度運転の普通列車を指す各地区ごとに様々な愛称が与えられていたかつての国鉄では東京、大阪の近郊地域においては 古くから電車による高頻度運転を行っていた。しかし、それ以外の地域では、優等列車による広域輸送や貨物輸送が優先されており、都市近郊輸送についてはほとんど考慮されていなかった。当時の国鉄の普通列車の本数は、日中で毎時1から2本ほどで、運転間隔も不当であり、時刻表を見ないと乗れないとされる記者ダイヤであった。また、 国鉄幹線は、私鉄と比較すると、駅の数も少なく、駅間の距離も長かった。しかし1980年代に入り、新幹線と並行する在来線においては、優等列車が減少し、また、貨物列車も減少したため、線路容量に余裕が生まれていた。またマイカーによる交通渋滞の激化もあり、鉄道による輸送が見直されるようになった。 そこで、記者から国電へは合い言葉に、地方都市圏においても等間隔、高頻度の国電型ダイヤを設定することとなったのである。この輸送改善の実行にあたっては、国鉄職員の労働量が増えるとして、国鉄労働組合などの反発があったが、このままでは旅客をさらに減らすことになると考えた国鉄は、 国鉄の存亡にも関わることと説得を続けた末、ようやく実行に踏み切ることができた。まず1982年に、広島地区の山陽本線と名古屋地区の関西本線において、輸送改善が試みられた。この結果、ダイヤ改正後1年間の乗客数は、全車が6%増、後車が20%増となった。この好成績を受け、 1984年以降は、日本各地にその動きが広まっていった。これらの輸送改善のことは、シティ電車方式などと言われた。シティ電車化にあたっては、次のような施策が試みられた。例えば、広島地区では、1982年11月15日、国鉄ダイヤ改正以降、山陽本線広島駅大野浦駅、岩国駅間において、 次のような改善が行われている。車両については、上記の広島地区のように新車が投入された事例もあるが、当時の国鉄は極端に財政が悪化していたことから、経費削減のために新車の導入は原則行わず、全国的な車両の配置外や単編成化などの改造を行い編成を増やしていった。特に交流電化区間である仙台地区や北陸地区では、 余剰となった特急系の583系電車をローカル用に改造、単編成化して715系、419系として運用を開始した。ここでは国鉄末期の1982年から1986年における指揮電車化の事例を挙げる。特急がない限り列車間隔は普通列車のもの、車両は電車である。なお、 旧来から国電が運行されていた東京圏、京阪神圏は除外する。また、名古屋地区については、東海道線、中央線、関西線を参照。以下の解説では、1984年2月1日ダイヤ改正を59.2改正。1985年3月14日、ダイヤ改正を60.3改正。 1986年11月1日ダイヤ改正を61.11改正と記す。上記以外にも61.11改正では、森岡、秋田、山形、福島、宇都宮、和歌山、下関、高知、徳島、熊本、大分、鹿児島などの各地区でも30から60分間隔のダイヤが組まれている。1987年4月1日の 国鉄分割民営化後、国鉄路線を引き継いだ JR 各社は、四季電車化をさらに推進し、普通列車の増発や快速列車の設定、新型車両の投入、新駅の設置、非電化路線の電化や線路の増設、IC 乗車カードの導入を盛んに行ってきた。特に五大都市圏に数えられる、名古屋県、札幌県、福岡県を呼び、 四国の中心を担う高松県では国鉄時代に比べると列車本数が大幅に増えている。2012年3月改正時点での日中の快速、普通を合わせた列車本数はいずれも多いところで、名古屋県で毎時8本、札幌県で毎時7の8本、福岡県で毎時4の6本、高松県で毎時4の5本ほどとなっており、これらの半数ほどは 快速列車となっている。仙台地区の東北本線では、快速の本数こそ少ないものの、仙台駅名取駅間では、仙台空港アクセス線の開業に伴い、日中毎時5から7本にまで成長した。一方で2010年頃からは、利用実態に合わせているところもあり、元組織電車の広島地区やその隣の岡山地区の、 ように、列車本数の減少や快速列車の削減など、規模が縮小に転じている地区も現れている。例として1986年に、日中10分間隔、毎時6本にまで成長した山陽本線、広島駅岩国駅間は、現行ダイヤでは1982年改正と、同レベルの毎時3から4本に戻されている。同じく1986年に、 岡山駅糸崎駅間は日中15分間隔、2000年代には日中普通15分間隔、快速30分間隔まで成長したが、最近では毎時2から4本程度に戻っている。ありがとうございます。